大江戸新宣伝は石川英介による SF 小説。後にシリーズ化される大江戸ものの第一作にあたりテレビ映画化されるなど石川の代表作となる。1979年講談社館、1983年講談社文庫館。早見洋介はある日突然日本橋で文政5年の江戸時代にタイムスリップしてしまう。医師である 北山良明の自宅に住まわせてもらった早見は、160年前の江戸の生活の豊かさに目を見張る。江戸の常識に対する無知と、旺盛な好奇心、現代に由来する知識や腕時計などの進んだ道具から、戦況から来たと呼ばれるようになった早見は、ある日、良明らから、か気の特効薬を作ってくれないかと頼み込まれる。1985年11月8日に、 日本テレビ系列の金曜ロードショー枠において番組オリジナル作品として放送された。原作にある背が低い実際の江戸人たちの記述を活かすため、江戸時代の人物は主要人物からエキストラに至るまで身長が高くない俳優が起用されている。また映像ソフトとしてパップよりビデオソフトが発売された。製薬会社社員の早見は幾度か 江戸時代の衣服を着た人たちの姿が、うっすらと見えた後、自分自身が、文政10年頃の江戸の町にタイムスリップしてしまう。江戸の世の日本橋で自分を胃深しがっためで見る、大勢の町人たちの中、北山良明は、早見を自分の長屋に連れ帰り、早見は、良明らと交流を持ち、江戸の町でしばらく過ごす。江戸の町では、江戸わずらいが流行っており、早見は、 ビタミン B1 の水溶液を作るがその製法をめぐって、長谷倉屋の企みに巻き込まれ自分の身に危険が迫った時、意図せず現代の東京に戻ることができたが東京では1ヶ月程度の時が流れていた。早見は交際相手の小型竜子に江戸に行っていたと話すが、竜子は早見の話を全く信じず、早見が仕事や自分との関係など目の前の現実から、 逃げているように感じていた。その後、早見は強く意識することで、江戸と現代の東京を行き来することができるようになる。長谷倉屋の店先で見た出来事の中に、シーボルト事件に関係して捉えられその後に告示した、高橋作材門に関してそれ以前の時間軸での暗殺の計画があることに気づいた早見は、作材門暗殺を阻止すべく、流資から金銭を借りて、京都で奔走する。 作材門暗殺の騒動の後東京に帰る新幹線の中で、早見は家族とすっかり乱絶している中堅サラリーマンの男性二人の会話を聞いたのをきっかけに今後は江戸へ行くのをやめることを竜氏に話す。早見の言葉に竜氏は早見が最初のタイムスリップから暗殺騒動までの間に製薬会社を解雇されたこともあり、また江戸でも 平安系でも行けばいいと返す。それから半年後、早見は作家を志しながら、竜氏とその娘のアパートの部屋に暮らしていた。そんなある日、竜氏は、江戸時代の書籍を扱う、店のショーウィンドウに、北山良明が表した、大江戸新宣伝なる書物を見かけ、その中に、良明が、早見らしき人物と出会い、その人物は、幾度か、姿を表しては、 突然消えてしまいしばらくして、また現れるを繰り返し、高橋作左衛門が、京都で殺されそうになるのを言い当て、それを防いだ後は、両明らたちの前に二度と姿を現すことは、なかったとの胸の記述を目にする。アパートに戻った、龍氏は、原稿を執筆している途中で寝てしまった、早見の姿を見て、早見の前髪を、愛おしそうにが出るのだった。ありがとうございます。